こんにちは、こうです。本日はドイツ最近暗くないという話をします。皆さん、はじめましての方、ドイツに住んでいるこう渡辺と申します。どうぞよろしくお願いします。ですね、今日は、ドイツ暗くないという話なんですけど、テンション的な暗さではなくて、普通に照明の暗さの話をしたいかなと思ってます。昨今ですね、電気代の高騰が、目立ってきていて、光熱費ですね、高騰してますと。で、光熱費の高騰をきっかけに、最近僕夜とかね、散歩とか、まあ買い物とか行った際にすごく感じるのが、家の街灯、街灯じゃない、家の電気がすごい暗くなってるなって思います。で、なんか通りのね、街灯とかももちろん暗いんですけど、家がね、暗いんですよ。で、もともとドイツとかって結構夜はもうすぐに寝る、ろうそくとかそういったものを使ったりとかしてるような印象はあったんですけど、昨今なんか光熱費が10倍近く上がったとかいうケースで聞いたりとかしてる関係か、お家の電気がね、ほとんどついてないような家が増えてきたなというふうに感じます。で、これってものすごくなんか気持ち的にも暗くなるんですよね。というのも、なんか道を歩いてるととか自転車乗ってると、周りの街灯が暗いものだから、本当自転車の電気しか見えないような状態になったりします。で、それがなんかもう10時過ぎとかだったら全然なんか当たり前でしょってなるんですけど、7時とか夕方の7時とかでもそのぐらい暗くなってるんですよね。なので、なんか皆さんもこの電気代の高騰でいろいろ工夫してると思うんですけども、我が家はもう簡単にろうそくですね、ろうそくで部屋を軽く明るくしたりとか、あと光熱費の高騰なので、ヒーターとかそっち側も結構ダメージを受けています。で、特に電気で温めるようなシステムのやつとかだと、ものすごくそこが使えないので、何かしら火を焚いたりとかで対応してます。幸い今住んでる家に暖炉が、ちょっとこの黒いパイプが見えると思うんですけど、暖炉があるので我が家では暖炉を使って部屋を温めるような方法をとってます。結構本当露骨に大変だなと思ったりしてます。で、在宅ワーク中とか僕はなんかもう外で使うようなね、こういう回路とかも取り出して、僕パソコンの作業をするような仕事が多いんですけど、手元が冷たいと全然動かないので、固まっちゃって手が固まっちゃって動かないので、回路で手を温めて作業するみたいなことも、よくやっています。そうですね、最近ドイツ暗いよっていう話を、今回はしてます。皆さんの地域とかってどんな感じなんですか？値段とか価格高騰してますか？なんか日本の友達とかの話でも、日本もなんかすごい今光熱費の高騰が気になるようになってきてて、なるべく電気代を節約しないとみたいな話もよく聞くようになってきたなって体感としてはあるんですけど、ヨーロッパいろんなところにそれを感じますね。そうですね、電車とかそれの影響もあってか、まあ、ガスとかのね、高騰もあってか、電車賃も高いです、いつもより。前々から買っておくと安いっていうのは変わらずあるので、すごい前から買えばいいんですけど、例えばなんか、あ、やばい、ギリギリだけど、そろそろ電車取らなきゃみたいな、来週の電車取らなきゃとかだと、もうね、前回とかなんか今まで買ってたチケットの2倍するようなケースも全然あって、各所にね、そのダメージがしわ寄せしてるなという、状況です。まあ、なんでね、ドイツから日本に、特に、あ、ごめんなさい、日本からドイツにこれから来る人なんかは、円安とこの光熱費の高騰が相まって、なかなか大変かもしれないです。なので、普段より余裕を持って置くといいかなと思います。ギリギリこのぐらいあれば、だいたいドイツでは1ヶ月ぐらい足りるよっていうお金
の準備をなんかもうちょっとあのいろんなブログに書いてある記事を鵜呑みにせずに、あの、まあ、理想は 1.5 倍2倍ぐらいの、 あのその額の準備をしておけばいいかなというふうに、住んでる身として思います。はい、そんな感じですかね。最近あの余談ですけど、 YouTube 上では僕ショートをあの頻繁に上げるようになってきてるんですけど、あれは特になんかこれまでドイツにあの日本から来る人に向けてあのいろいろ質問があって、あのそれらをまとめてあの動画にショートにして上げていくっていう作業を今してるんですけど、あの光熱費とかこういったあのドイツの今のあの状況をすごい質問されます。なのであのもっとねこういうこと具体的に知りたいとかあれば、全然コメント欄とかにもあの気軽に書いてください。であとそれに関して、まあ、留学に関してあのちょっとしたあの宣伝というかあの耳寄り情報を共有したくんですけど、あの僕先日ツイッターでもあの飛び立ての新代表、新日本代表プログラムっていうのがあの募集開始したんですよっていうのをツイートしたんですけど、あのこれ僕もあの昔あのドイツにあの大学院でこう留学する際にこの飛び立てってやつを使って留学したんですけど、あのめちゃくちゃあの制度としてすごくいいので、あの皆さんもしあの留学検討されてる方はあの概要欄に貼っておくので、ぜひそっちからあの飛んでみてください。あのドイツに関してはもう十分すぎるぐらい奨学金あのもらえるはず、ごめんなさい、あの新制度がどのぐらいもらえるのかちょっと把握してないんですけど、あの僕が留学した当時はあのもう十分すぎるぐらいいただけて、あの充実したあの留学生活送れたので、ぜひあのこの制度あのうまく活用して、もしドイツとかあのヨーロッパとかあとアメリカとか分かんないですけど、あのどこか海外留学したいなっていうのがもうすでに心の中にある人は、あのまずはこういうところから情報を収集してみたりとか、募集してみ、あ、ごめんなさい、応募してみたりとかから始めてみてください。で、あのクライジャンの話からちょっとそれちゃうかもなんですけど、この飛び立ての良さとしては、あの過去に留学した人とのパイプがつながることと、あとはこれから行く人同士でつながれることだと思ってます。で、そこのメリットは、例えば今僕がこうやって発信しているドイツのこの暗いよっていう状況とかも、あの過去の先輩とかとかの話を聞くと、まあ、よりその正確さが生まれる。僕の意見はあくまで僕がこうやって話してる意見、一意見でしかないんですけど、あの5万といるね、あの5万もいるか分かんないですけど、あのめちゃくちゃいるその過去の経験者の人たちから、あのどうでしたっていう話を聞けるのは、まあ、あの本を読んで、あの昔の人はこうやって対応したんだっていうのをあの学ぶのと、まあ、同じどころかあのより正確な話が聞けると思うので、あのそういった意味であの飛び立てで、コネクションネットワークを作るっていうのはすごくおすすめです。はい、ちょっと長々と宣伝しましたが、そうですね、暗いのと、あとなんだろうな、 あとそれに伴ってなのかな、わかんないですけど、スーパーとかの品揃えとかもなんかすごい変わってる気がしてて、あの売ってるもの売ってないものなんかすごいはっきりしてるかなという感じがします。あとだいたいやっぱり値段は上がってますね。昔あの P さんと一緒に物価高騰の動画も上げたんですけど、まあ、こちらになります、あの上げたんですけど、その時も結構こうぐわっと価格上がってますよって話があって、スーパーに行ってちょっとした買い物とかしても今までと同じ量買ってるのに2、3割ぐらい高いかな。そう、全然、ね、うん、何十ユーロとか増え、なんか、え？みたいな。そうそうそう。で別になんか油とか、もちろんね、油上がってるし、うん、しかも買えなかったりします、ね、買えなかった。そう、売り切れとか、売り切れっていうのかな。そう、在庫がないみたいな。そうそう、でなんかサラダ油とオリーブオイルとかあって、今サラダ油の方が高くなってるっていう。なぜかオリーブオイルよりもサラダ油っていう。そうそうそう、だから結構そういう日用品で、まあ、食料品だけじゃなくって、あの洗剤とかそういうことも、うん、そういうものもそうだけど、特に毎日そういう日々生活しててスーパーであの買うものに関しては高くなってるなって。あの物価と
物価というかその食品とかの価格も上がっていれば光熱費も上がって部屋がだんだん暗くなってっていうところで、そうですね、みんな結構節約しているような感じが僕の中でします。一方で面白いのが、ドイツの方は結構倹約家というか、なんかすごいなんかポン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 物買わないんですよね。例えば、服とかも、昔服を買ってからもう1年ぐらい服新しいの買ってないとかいう人もいたりとかするんですよ。で、そういうところで結構出費が少ないんで、なんだろう、よりこういう時に節約する傾向にあるのかなと思います。一方で先日あったなんかオクトーバーフェストとかではもうはしゃいでビール飲んでみたいな感じなので、メリハリがすごいなと思います。またドイツのそのなんだろうな考え方とかそのお金の消費傾向とかはなんかすごいいろんな方からも質問いただいているので、ぜひね動画にしたいと思うんですけど、まあそうですね、こんなところですかね。ちょうど10分ぐらいなので、はい、今日はごめんなさい、今日は光熱費の高騰をきっかけにドイツ暗いよねっていう話をしました。皆さんも身近で光熱費高騰に対しての節約術とかあったらぜひコメントで教えてください。僕も真似したいと思います。あとはそうですね、チャンネル登録と高評価、いつものようにぜひぜひよろしくお願いします。今日はこんな感じで動画終わります。ではまた次の動画で会いましょう。さようなら。